はい、それではDBC レッスンの事業内容についてと今後の計画等を含めてお話しさせていただきます。まずちょっと字が多いですけど、データベースって一言に言っても皆さん持っているイメージが結構違っていて、このコミュニティの中でもちょっと意思疎通ができてないようなところも時々感じますので、少し整理してみました。で、特に DICP 統合化推進プログラムの方で作られているデータベースというのはドメインに特化した、しかも最新の研究データが出てきている一次データベースが多いと思います。レポジトリとも言いますけど、求められている機能としては同じようなバイオロジカルな種類のデータを集約して、で形式を正規化して蓄積すると、でそういうデータが世界中に散逸しないようにすることによって利便性を高めるというところがあります。で、論文発表とか引用のために ID を発行することで、皆さんがそれを使って論文が書けて、でその ID 自体は永続的に利用できるものなので、データベースがそこにずっとあり続けてくれている限りはアクセスできると。でただ実際はレポジトリデータベースを管理されている例えば DDBJ の皆さんのご苦労とかを聞きますと、サブミットして公開されるまでの間にメタデータがいろいろこう修正されたり追加されたりしてデータが育つと藤沢さんがよく言われてますが、そういうところがあって、そういう履歴を含んだ管理みたいなところはかなりご苦労されていると思います。 DDBJ も PDBJ も皆様も、でそういうところをしっかりやる必要がある。でさらに先生方が論文が出るまでちょっと待ってくださいと、本当は次回のリリースで公開予定だったけどもう1ヶ月待ってくださいみたいなことも多々あるとお聞きしていて、でそのメタデータが不十分なところとかはサブミッターの方と調整すると、本当にマニュアルでやらないとできないようなご苦労がいろいろあるのかなと思っています。一方でそういうデータが蓄積されているとダウンロードして情報解析ができるというメリットもあって、そういうダウンロード先が散逸していると非常に研究が難しいので、本当に価値の高いものとして一次データベースがあります。で、もう一つ大事なポイントは、世界中で同じようなデータが出てきますので、そこの国際連携が重要です。で、古典的に INSDC のメンバーとして DDBJ は3局運営されてますし、ワールドワイド PDB の方も PDBJ から参画していろいろ連携を取ってデータ交換されていると。で、こういう部分もなんか日本時間だけ無視、なんか被害的にですね、深夜に会議をされていることも多いかと思いますし、継続的にずっと参加しないと発言力がとかいろんなところがあるかと思うので、本当に大変なところをされているなと思っています。で、課題としては新しいオミックス分野、オミックスなどの新しい分野のデータに常に対応を進めていかなきゃいけなくて、もう昨日国際ゲノム会議に行ってたんですけど、ゲノムの会議というよりは空間トランスクリプトの会議みたいになっていて、でもう空間を中心にゲノムもトランスクリプトもプロテオムも全部見るみたいな時代が来てて、それにまた対応していかなきゃいけないと大変だなと思いながら見ていますし、あと人間の人の情報を扱うからにはデータアクセスコントロールがすごく重要で、それがどこの環境だったらどういう DAC で使えるのかといったところに難しさがあるデータベースもあるかと思います。で、じゃあ一個一個のデータを見ていくと、ID 管理体系これいかがなものかなと思うようなものとか、オントロジーがもうちょっと使ってあれば他のデータとつなげられるのにみたいなところもあって、で、そういう海外とかに参勤されるようなデータベースのクオリティを高めていくっていうところをリポジトリの方たちが意識してくださっているとより良いものになっていくんですけど、メタデータにどういうことが書くかとかも、なんかメタデータってすごく難しくて、データベースを最初に作るときと利用するときにどういうメタデータが後から必要になるかっていうのは分からないんですよね。で、そういう部分の標準化をに気をつけるとかもすごく必要で、で、データ量の増加やデータの種類の増加にどう対応していくか、そういうようなことが課題としてあるかと思います。で、二次データベースの方で、これは私たちが割と中心的に取り組んできている部分ですけど、いろんなデータを整形してアノテーションして、で、いろんな観点からデータを検索できるようにして、今まで人類がどういうデータから知識を得ているのかっていうところを、分かりやすく提供するとか、そこに API や計算サービスを提供するとか、最終的には生命システムを理解するために知を体系化したいというようなビジョンというか目論みを持って整理し直したようなデータベースですね。で、課題としてはそれをデータ科学に今からはつなげていきたいですとか、あとデータベースにそもそもまだあんまり入っていない自然言語とか画像とかの非構造データをいかにそこで組み合わせていくかとか、そういうあたりが LLM とかデータモデルの刷新とかを
進めながら対応していく必要があるのかなと思っています。でちょっと古い論文なんですけど、リンカンスタインさんが20年前にデータベース統合についてネイチャーレビューに書かれた記事を振り返ってみました。当時もゲノム時代なのでデータが爆発的に増大していて、でデータベースは必須なんだけどっていうことが書かれているんですけど、当時からデータベースごとに UI が違って遺伝子シンボルが生物種ごとにコンパチブルじゃなくて、で用語のコンセプトが生物種ごとに違ってみたいなことが悩まれてました。でここら辺はセマンティックウェブで私たちやってきてて少しは改善されているのかなと思うんですけど、さらにデータベースをまたいで統合的に検索できたらいいのにという指摘は当時からあって、でそこがそれぞれのデータベースが検索経理システムが違うといったようなことが挙げられていました。でデータを統合するためにはいくつかのアプローチがあって、このレビューでは4つの提案がされています。1つはリンクですね、 ID と ID をリンクさせる、それから1個のページの中にいろんなデータベースの情報を、まあ、埋め込んで表示するっていうビューでインテグレートする方法と、あとはもう全データをダウンロードしまくって集めて更新し続けてっていう、またもう一個メタデータベースを作るようなウェアハウジングっていう手法、それからあとはそれは大変なのでウェブサービスで連携させましょうというようなことを API で連携させましょうというようなことが言われてました。で結局今の時代になってもあんまりそこは変わってなくて、でうまくいかない部分をいろいろ挙げた上でリンカンさんが当時言ってたのはノードとナックルっていうものなんですけど、これよく見るとエッジとノードに見えて、これはセマンティックウェブじゃないのかなと思いながら懐かしく読み直したところです。で非常に楽観的なんだけど、データ統合はずっと困難な問題でしょうと彼は言っていて、で、まあ、これはデータベースの提供者側の努力と研究コミュニティの支援でようやく成し得るもので、まあ、もちろんその価値は高いということを言ってます。でそういうことを進めていくために、DBC レシピは10年以上にわたっていろんなサービスといろんな技術開発を進めてきました。これ今日は全部紹介するということではなくていろいろやってきましたよというスライドなんですけど、まあ、ID の変換が今回リンカンスタインさんの論文でも20年前から課題になってて、そこら辺は今でもすごく高機能化しながら進めていますし、ゲノム情報から、いろんな微生物情報、マルチオミクス情報とかを、まあ、それぞれ扱えるような技術開発を進めてきました。それが左側です。で右側の方はそのデータベースエンジンの機能をいかに運用するかというところで、まあ、面倒くさい技術をできるだけワンクリックでできるようにしていくため の, 仕組みを作ってきましたというところです。で理想的にはいろんなデータがいろんな形であるんだけど、知識グラフの形で統合されて同じ仕組みで検索できて欲しい組み合わせでアプリケーションや解析に使えるというようなものを目指していて、で実際これを作ろうとすると作ることができるとこんだけ違う分野のデータがそれぞれつながっていますので、ここの右のページに右側に書いてあるような、今後10年間で人遺伝学の課題が今まではこのバリアントとこの疾患は関係ありますよといったような相関がサジェストされてたわけですけど、じゃあ一体細胞の中でいつ頃何が起こっているのかということを全部分かりたい、そのためにはこういうデータをつなげて全部扱えるようなところが必要でしょうというふうなことが言われておりまして、で DBC レスでもそのデータ統合をまあなんとか進めてきたという感じです。でじゃあ実際この知識グラフでデータ統合するためにどんだけのことを技術者としても知ってなきゃいけないのかっていうことを考えると、もともとウェブアプリケーションを作りデータベースマネジメントをするっていうところに加えて知識グラフ、RDF、Sparkle の、リテラシーが必要で、まあ、これを身につけるっていう身につけてる人はいなかったわけですよね。だからそこら辺を自分たちも勉強しながらいろんな人と一緒に技術開発したり学んだりしてきて、なんとかそのスタックを作ってきたんですけど、自分たちだけでやってても全部は終わらないので、そこに国際連携っていうものを取り込んでいます。で2008年から、DBC レスズと NVDC の主催でバイオハッカソンというのを毎年開催してきています。でこれここには海外で有名というか主要なデータベースを作られているエンジニアの方や研究者の方に何十人か来ていただいて、で日本のそういうコミュニティの方たちと一緒に交流してもらって技術的なすり合わせをするだとか、ID はこれで揃えましょうとか、オントロジーはこれで揃えましょうといった、合意を取るというような機会として使っています。
で今日最初に赤池先生のご講演であったフェアプリンシプルっていうのがデータベース公開のヨーロッパとかアメリカでの主要な、基準に今なってますけど、これもバイオハッカソン2015年ぐらいだったかな、その中で出てきたアイデアで、今広く広まったということで、やっぱりこういう実際に現場に関わっている人たちが集まって合意を作っていくっていうのはすごくワークしたかなと思っています。はい、で、国内、違います。国際版の今のバイオハッカソンは日本で今コロナがあったので今年久しぶりに再開したんですけれども、今まではデータベースを統合するために技術だとかそういう合意の部分を進めてたんですけど、じゃあ統合されたデータがどういうふうに使われればいいのかということで、少し目的思考の課題も提案しながら皆さんに共通に開発に携わってもらうというような形で1週間の合宿を毎年しています。まだご参加になったことがない方はぜひ楽しい会ですので来年から来ていただければと思います。でそういう国際連携や国内の皆さんのご協力があって、見たことがあるデータベースばかりかと思いますけど、主要なバイオインフォマティクスのデータベースを知識グラフにして、同じような形で使えるというところまでやっとこぎつけました。でこの中の、全てのデータベースが縦横無尽に使えるのかというと、やっぱりそれぞれ学習コストはかかります。それはでもデータベースが悪いんじゃなくて、バイオロジカルのデータそのものがすごく複雑で、例えば PDB のデータを使おうと思うと MMC 法をしっかり理解していないと本当にかゆいところには手が届かないんですけど、それはいいですよね。だから各データベースに詳しい人たちがいっぱいいるっていう世界がすごい素敵なのかなと。でそれらのデータが使えるっていう時に、僕今年ポケットマネーで自分のゲノム読んでみたんですけど、例えばなんか統合はとかでこのバリアントはパソジェニックとか書いてあると。でそれどんな病気なのかなと思ってクリンバー見に行って、そこからメドジェン見に行ってとかして、で自分のゲノムの中にはそのバリアントがあるのかどうか見に行って、まあたまたまこの例はなかったやつかもしれないですけど、でもしそのバリアントがないやつとあるやつ両方の立体構造が PDB にあったら比べたらどこが違うんですかと、こういうところまでこういろいろやろうとするとできるんです。できるんですけど未だに面倒くさいと。ここが左下にあるようなこうトレーダールームというか、それから人工衛星の管制室みたいな感じの画面でダーッと全部見れる、でそれが連携しているような統合ができるとちょっとかっこいいかなと思っていて、実際これ ID だけだとじゃダメで、ゲノム上の座標を遺伝子の座標に変えて、それをアミノ酸の座標に変えて、立体構造の座標に変えてっていう座標系の変化も必要で、ここら辺をちゃんと整備していくっていうところが今求められるのかなと思いますし、見たい情報っていうのがこの一個一個のデータベースのどこに入っているかという深い知識も求められているんだなということを体感的に追っかけて感じているところです。でそういう実際やってみると気がつくことがいっぱいあるので、データ統合の成果を引き出してデータ科学につなげていくためには自分たちも研究利用していくところが必要ですし、ぜひ統合化推進の皆さんとも一緒に共同研究とかも進めさせていただければなと思っているんですけど、科学技術イノベーション基本計画等になかなかいいことが書いてありまして、単に研究プロセスを効率化するだけじゃなくて、研究の探索範囲をマルチオミックスデータとかも全部見れるようにして拡大すると、それによって新しい仮説を発見するといった知的活動にアシストするようなことを目指しますと書いてある。本当にそれは僕たちがやりたかったことで、なんかそこにデータマネジメントだけですごく時間を費やす、前処理に時間を使うんじゃなくて本当にサイエンスができるデータ統合というのをできたらいいなと思っています。でこれはまだ道半ばかもしれませんけど、 EBC レスも基盤技術やデータ統合を進めてきたので、これを活かして、今後に、改善してより良くしていくために今年度から、4項目で研究課題を作っております。これ全部紹介する時間はないので概要だけお話ししますけど、一つ目が日本人のゲノム研究に資するデータ統合とそのインフラを遺伝研やスパコンや DICP の先生方が持っておられる人に関するデータの統合で成し遂げていきたいと。それから2つ目は、人に関する研究というのは動物や植物にも応用できますけど、微生物の部分というのもすごく大事で、そこはメタゲノムの病気があったかと思いますけど、そういうところを、支援していくところをやっていきます。でもう1つ目が、最初に伊藤先生がお話になられた大規模言語モデルとかでデータベースの扱い方が根本的に変わるんじゃないかという期待は私たちもあって、チャットでこのタンパク質にバリアントがあったら発言はどう変わるんですかとか、そういうようなことを聞いたらどのデータベースのどこを見ればいいかということが出てくるといいなと思っていて、それを実現するためにどうすればいいか、でしかも
LLM が嘘をつかないようにするにはどうすればいいかというところを、まあ見ていけると実現していけるといいなと思って研究開発テーマとして取り上げています。でちょっと繰り返しになりますけど、そういう形で DBC レスではいろんな基盤技術とか標準化に取り組んでいますが、それを一次データベースを作られている先生方といかに連携して、良いものにしていくかというところをぜひビジョンを共有していきたいなと考えていて、まずレポジトリ側としては日進月歩の生命科学データをどんどん蓄積していくと。でその時にどういうデータ形式だったらいいのかとか、どういうような DBMS で運用すればいいのかとかいうような部分について DBCLS のノウハウ、まあ、私たちも協力しながらというよりはもう実験しながらなんですけど、こうしたらいいよねっていうのがもしできれば数年後に共通基盤を使うことによって、日本のデータ統合は新しいデータベースができるたびにシステムが共通化されているからすごく効率的になってますよねっていうことができると例えばいいかなと思いますし、そういう形で DICP の人皆さんが作られているデータ統合のハブになれるといいなと思ってます。でそこに必要な技術の提供、それから、標準化効率化の推進で、どういうふうにやるのが一番現状ではいいです、で未来はこうなるでしょうといったベストプラクティスを確立していくところと、新しい情報科学の技術ですね、 LLM とかを使った、データベースの保管や、もうちょっと新しい形のインターフェースでの利用を実現できるといいなと。でそのために私たちの方でしなければいけないのは、ドメインの先生方が作られている複雑なバイオロジーとそのデータベース構造の理解なんですよね。どこに面白い情報が入っているのかということは実際研究してみないとわからないところで、そこはぜひ協力していきながら教えていただきながらですね、進められるといいなと思っています。でデータベースを連携させることによって付加価値がつけられれば、日本独自の付加価値がつけられれば、例えば DDBJ と PDBJ 両方日本にあるから価値があるんですよといったような未来が作れるんじゃないかと思っていて、でちょっと時間オーバーしてますね。国立のデータベースセンターというものをやっぱりちゃんと維持しておくということが僕は非常に必要だと思っていて、こういうのを中国が日本から持っていくっていうような形になるのではなくて、そういうデータに詳しい専門家の人たちがその周辺にちゃんといるようなデータベースの未来をぜひ日本に残して育んでいければなと思っております。期待しています。以上です。ありがとうございました。